ウォーズマンは、ゆで卵の漫画、筋肉マン及びその続編、筋肉マン通夜に登場する架空の人物。初登場は、超人オリンピックザ、ビッグファイト編、富士の最終予選の巻。ソビエート連邦出身で、機械の体を持つ、ロボ超人。英語でのリングネームは、ザ・ウォーズマン。黒ずくめのボディに頭全体を覆うヘルメットと素顔を、隠すためのマスクをつけている。 後方という機械的な呼吸音を発し、普段は無口かつ無表情だが強敵と出会った際には仮面の口を開き、ウォーズマンスマイルと呼ばれる不気味な笑顔を見せる。本来の性格はシャイでテレアであり、インタビューでは言葉に詰まる場面もあった。日の目を見ない超人だったところをロビンマスクに見出されで仕入りし、以降一流超人の仲間入りを果たす。 筋肉マン通夜ではその恩を返すために祖国を捨て行動するなど、ロビンマスクとの絆は、指定関係を超えて非常に深いものとなっている。その羊と醜い素顔のため、周りから阻害される幼少時代を送っている。そのため自分の素顔などに強い劣等感を持っており、試合中に観客からの嘲笑を浴びた際には、幼少時代の辛い思い出が、 フラッシュバックし結構する一面もある。特徴として、鉄鋼から飛び出す針状の爪、ベアクローがある。超人オリンピックではこの武器を使い、対戦相手を次々とホームリトーナメントを勝ち抜いた。これは、筋肉マン作中でも特に残虐描写が色濃いものであり、作者ゆで卵は、ウォーズマンのキャラを決定つけるために行ったが正直、やりすぎた。読者に、 鮮烈な印象を与えすぎてしまったと反省の弁も残している。ベアクロウは取り外し可能で足に装着してドロップキックを放ったりロビンマスクが使用したこともある。ただしウォーズマン自身の強さはベアクロウに依存するだけではなく筋肉マンは対戦中にむしろベアクロウを外した方がはるかに強いと痛感している。ベアクロウは毎日磨いて 枕元に置いて寝るのが習慣とのこと。ファイティングコンピューターの異名通り、非常に優秀なコンピューター付き知能を持ち、相手の心理状態や弱点などを一瞬で見抜く、ロボ超人ならではの的確な判断力と、ベアクロー等による残虐ファイトで対戦相手を必ず30分以内に倒してきた。しかし短時間で勝利し続けた弊害で、 体内コンピューターには繰り返し30分以内の戦闘プログラムしか入力されなかったため、結果的に処理機能が時間制限され、戦闘が30分以上長引くと全身がショートして、スタミナ切れ及び機能低下する得意体質となってしまった。体色は原作では生身の部分は茶色が貴重であるが、アニメでは体が黒で、両腕や太もも、首元が灰色で統一されている。 ゆで卵は、深い悲しみや哀愁と、それを演出する、技の怖さをどれだけにできるかであるという。キンマン、キンマン通用を通じて、非常に人気の高いキャラクターであり、スピンオフ作品やた作品にも出演している。永遠の強さを求め、機械超人となった父親、ミハイルマンと人間の母親、ナターシャの間に生まれ、ロボ超人。 ニコライとして誕生した血筋としては改造手術で機械化したもと生身の超人と人間とのハーフである。そのため、超人、人間、ロボットの三者と共通点がありながら、純粋にはどれにも当てはまらない、分類のロボ超人という出自と機械的な醜い素顔であることから、皆からの獣にされ、いじめられる辛い幼少時代を送っている。幼少時代は、 現在のマスクではなく、ズラ袋をかぶり素顔を隠していた。食べるにも着るにもことかくような、すさんだ生活であった。成長したウォーズマンは素顔をマスクで覆い隠し、辛い幼少時代の鬱憤を晴らすかのように、超人格闘技のリングで対戦相手を地祭りにあげることを唯一の楽しみとしていた。そんな生活を送っていたある日、必殺技のパロスペシャルを相手にかけているところを、 打倒筋肉マンに燃えるバラクーダが発見する。スカウトされて仕入りしたウォーズマンは優しさなどの感情を捨て去り、ロビン仕込みの格闘テクニックと冷酷、冷徹、冷血の氷の精神を身につけた。アニメ版では、ロビンマスクと会うまでは、やられ専門ですら妖精機関、蛇の穴にいたが、戦う本能が負けることを許せず、相手を打ちのめし脱走したという経歴を持っている。 ダト筋キンクマンを目指すバラクーダの命により、第21回超人オリンピックに参加。超人未開の地とされたソ連の代表だったため当初は全くのローマークであったが、予選を難なく突破し、1回戦ではスリランカ代表のティーパックマンと対戦し、スクリュードライバーにより難なく惨殺。続く2回戦でアメリカ代表のペンタゴンと対戦し、ベアクローにより、 重傷を負わせたことにより注目を浴びる。続く、準決勝では、ラーメンマンと対戦。全く寄せ付けないほどの強さで圧倒。最後には、スクリュードライバーにより、植物状態に追い込む。感情を捨て去ったはずのウォーズマンであったが、ビビンバに手を挙げるバラクーダや筋肉マンを制止したり、決勝前のデモンストレーションでは孫に会いたいと願う。をあえて見逃したり、 転んだ子供に手を差し伸べたりと本来の優しさが除くこともあった。決勝戦での死ロビンマスクの因縁の相手であるキンマンと対戦では同じ覆面超人ということでバラクーダが提案した覆面はギデスマッチで対決する。試合は一進一退となるが試合の最中クリーンファイトを望むキンマンに応えるようにロビンに反逆し自らベアクロウを砕き落として クリーンファイトの応酬となる。激戦のスウ,ェウォーズは、筋肉マンにパロスペシャルを仕掛けるが、30分以上、戦ったデータがなく、その時間を経過すると体がショートする弱点のために、その隙を突かれ逆転負けを喫する。その後、自らマスクを外して、今まで知られることのなかった素顔を全観客に向けて、晒す。同時に、ロボ超人としての老いたちと、 負けはしたが清がしい気持ちになり、クリーンファイトの素晴らしさに目覚めたことを語ってダウンする。アニメでは時間によってショートする弱点がなくなっており1時間以上の死闘演じ、パロスペシャルであと一歩のところまで追い詰める。しかしラーメンマンの声援を受けて踏ん張り返した筋肉マンの勢いによって、コンピューターに負担がかかり回路がショートしてしまい、パロスペシャルが破られてしまう。そこから、 筋肉バスターによって越されたかに思われたが、そこから本当の意味でロビンマスクの支配から逃れ、自らの力と意志で立ち上がり、それによって起こされた屈強な精神力で筋肉マンとさらなる激闘を繰り広げる。最後は風林火山を受けて、今度こそ越された。大会終了後の回想コメントでは、 筋肉マン戦の大会ベストバウト1位選出への喜びと今後のクリーンファイトへの誓いを語った。これ以降、アイドル超人の一人として活躍するようになる。原作担当の島田隆によると、筋肉マン対ウォーズマンの試合は初めて主人公の筋肉マンの試合をギャグではなくシリアスに描こうと決めた試合であり、筋肉マンの数ある戦いの中でも、 特別に思い入れの深い対決として挙げている。また作画担当の中井義則は、世話しない部分が多かったとして、リメイクという形で、キンマンとオーズマンの試合を別アングルで描いて、見たいと語っている。ファン感謝デーに乱入してきた7人の悪魔超人の、バッファローマンやステカセキングの攻撃を受け、倒されてしまう。アニメでは、ステカセキングの日に、三分殺しにより、 地獄のシンフォーニーの耳鳴りが響く、後遺症に見舞われたが、ステカセキング戦の後に、同じ症状に見舞われたキンマンと耳を合わせる、ことにより耳鳴りが反響され、治療に成功している。その後、キンマンとミートのピンチを救うため、テリーマンらと共にアイドル超人として、正式に悪魔超人と戦うことになる。 ウォーズマンは、田園コロシアムで7人の悪魔超人の資料格で、ある、バッファローマンと対戦。この時、もう使うまいと決めていた、ベアクローの封印を解く。超人強度1000万パワーを誇るバッファローマンの前に、なす術もなく、スクリュードライバーやパロスペシャルを破られ、繊維喪失状態に陥ってしまう。しかし、筋肉マンの劇を受け、彼の1000倍特許である、 カジバのクソ力を使い猛反撃に出たが、試合時間が35分を経過したことに加えて、多大なパワーの乱用でスタミナ切れを起こす。最後の手段として、ベアクローを両手に装備し、さらに2倍のジャンプと3倍の回転による、1200万、パワーのスクリュードライバーを繰り出す。しかしバッファローマンにかわされ、左のロングホーンを折るのみとなった。 反撃のハリケーンミキサー4連発を受けても、なお不屈の超人玉で起き上がるが、力尽きて立ったまま小負けとなる。遺体は、超人戦士死体安置所で眠っていたが、筋肉マンに破れた、バッファローマンからパワーを受け取り蘇生する。悪魔6騎士の策略により、超人強度を吸い取られ、さらに悪魔騎士の一人、プラネットマンの人面プラネットにより、人質に取られてしまう。しかし、 自分の位置がプラネットマンの心臓の上であったことから、筋肉マンに己の顔面をと貫かせて、プラネットマンを倒させるという捨て身の友情を見せた。その直後、仮死状態となったウォーズマンの体内に残る悪魔騎士が入り込み、それを追って正義超人たちも侵入。ウォーズマンの体内を舞台に黄金のマスク争奪戦が繰り広げられることになる。 仲間たちの活躍で一命を取り留めた、ウォーズマンは、闇上がりの体で、悪魔騎士の生き残りである、アシュラーマンに挑みかかるが、軽くあしらわれる。その後、キンマンと悪魔将軍の試合を観戦するが、アニメでは、悪魔将軍の体についた傷に対し、ロボ超人である、自身の弱点につながるにもかかわらず、硬いものほど傷つけば、脆いということをキンマンに伝える。 ゆで卵によると、映画、トロンとミクロの決死券から、ウォーズマンの体内で戦うアイデアを思いつき、これは面白くなると思い、ウォーズマンをプラネットマンの心臓に配置したという。悪魔騎士の生き残りアシュラマンとサンシャインに友情を奪われ、筋肉マンらーと敵対。死であるロビンマスクとタッグを組み、超人指定コンビとして、宇宙超人タッグトーナメントに出場。 優勝最有力候補と目されており大会前には全米タク王者の宇宙一凶悪コンビを起こしている。大会では1回戦、第3試合でヘルミッショネルズと対戦する。ネプチューンマンの正体アバーキに執着するロビンの身代わりとなり、ネプチューンマンのダブルレックスープレックスを食らって失明し、さらにツープラトン技、クロスボンバーの最初の犠牲者となり、マスクを剥がされて絶命した。 最後の瞬間まで観客が自分の素顔を見て笑っていないか気にかけ、ロビンに誰も笑っていないと聞かされ安心して息を引き取った。アニメ版では気を失うものの死亡せず、次の試合を観戦した後に入院した。準決勝第2試合ではヘルミッショネルズに奪われたウォーズマンのマスクからベアクロウが飛び出し、金網恐怖症に怯えるモンゴルマンの窮地を救っている。 第3回人気投票では、第8位にランクインしたが、昏睡状態のため回答はなかった。ネプチューンマンとの戦いで死亡した、ウォーズマンは、超人墓場で、強制労働に従事していた。筋肉性多い争奪サバイバルマッチの1回戦において、邪悪の神たちの策略により、超人墓場に送り込まれた筋肉マンと再会した、ウォーズマンは、自分の持っていた3つの命の玉を分け与えて、 彼を脱出させる。その後、ドクター・ボンベの手助けにより、生命のある岩で作られた人工心臓を埋め込まれ、超人墓場から脱走。準決勝で、筋肉マンゼブラ率いる技巧チームに苦戦する、筋肉マンチームとして、復活を果たし、ザマンリと退治する。しかし、復活手術の際のミスにより、長年培ってきた戦闘技術のすべてを忘れ、 格闘技の基本である受け身すら、まともに取れない素人超人になってしまっていた。これに対し、ロビンマスクが、昔の姿であるバラクーダとなり、試合中に再教育を施すという対処を取り、再び氷の精神を持つ残虐超人として、戦闘技術をインプットさせた。素人ファイトから一転、相手を痛めつけることを目的とした残虐ファイトを始めるが、 筋肉マンの体を張った友情により再び正義超人としての感情を取り戻し、騎士改正のパロスペシャルで万力を破り逆転勝利を収める。戦闘時間超過のため、モーターマンとは戦わなかった。スケットのラーメンマンがモーターマンを倒したのを見届けた後、テリーマンと共に超人病院に入院し、病院から試合を観戦していたが、 筋肉当たるの最後を見取るために試合会場に駆けつけた。アニメ版では、ラーメンマンとモーターマンの試合の最中、過去にラーメンマンを植物超人にしてしまったことを悔やんで、直接ではないが、ラーメンマンに謝罪するシーンが描かれた。準決勝終了後、決勝戦の相手となる知性チームマンボスマンのノーズフェンシングとビッグタスク対策のため、 奈良の竹林にて50本の竹槍や,ややを連続で、避け切る猛特訓を行い、密かに復活していた、ネプチューンマンの影の協力もあって、ビッグタスクを、ウォーズマンスマイルで受け止めるという攻略法を編み出すが、全身に、竹槍や,ややが刺さり満身創痍となる。竹林を彷徨いながらも、決勝会場の大阪城へと向かうところを、塔のマンモスマンに奇襲され、 特訓通りにビッグタスクを受け止めるが、ビッグタスクドリルにより、マスクを破壊されてしまう。重傷を追い大阪城にたどり着けずにいたところを、偶然通りかかったジェロニモに助けられ近くの超人病院に運び込まれたため、試合には出場できなかったが、最終盤にネプチューンマンのネプチューンメッセージを受け、他の正義超人たちと合流して、筋肉マンの応援に駆けつけた。アニメ版では、 知性の神と残虐の神が合体したドラゴンと交戦するシーンも描かれ、筋肉マンスーパーフェニックスが戦死して、超人エンマが彼の体から離れた際には、その名を口にした。当時ウォーズマンは人気投票であまり上位に入らなかったため、あんまり好きな人はいないのではないかと思い、退場させたと作者は語るが、読者からの反響は大きく。 活躍を楽しみにしていた人には悪いことをしたと述べている。筋肉マンが第58大筋肉性大王に即位し、平和を取り戻した地球を見届け筋肉性に帰還した後、地球では正義超人、悪魔超人、完璧超人の三属性超人不可侵条約の締結式が行われ、テリーマンが正義超人代表として条約に署名する。その数日後、 宇宙超人タックトーナメントで撃退した完璧超人の本体である完璧無料対数群が条約の撤回のために地球に襲来する。ウォーズマンはメディカルサスペンションによる肉体治療から解放された後仲間であるマサヨシ超人たちと合流。共に東京ドームに現れ正義超人として参加。鳥取砂丘、サッカラ階段ピラミッドリング内を移動している最中。 完結戦による影響でリングが崩れたため行われた全面対抗戦第2戦に参戦した超人の中では最後にリングに現れ第7ステップでポーラマンとピラミッドリングの最終戦を開始した第6ステップにてロビンマスクがネメシスに敗れロビンから自分の代わりを務めるように頼まれるもののロビンが敗れたこととポーラマンから 機械超人である老いたちを指摘されたことで、冷静さを欠いてしまい、古寸前まで追い詰められてしまう。しかし、ロビンの幻影と筋肉マンたちからの激励で、先の筋肉性多い争奪戦で、再インプットした友情モードに、信じる心を加えることで、スーパー友情モードを発動させて、活動限界時間の5分追加と10倍のパワーを獲得。ロビンの意志を継ぎ、 それに恥じぬ生き方をすると誓う。試合中に仮面を外され、素顔をさらされても動揺せずパロスペシャルを解かないなど、精神的成長も見せ、ポーラマンを追い詰め、激戦の末パロスペシャルジエンドで勝利する。この際に自分には寿命がないことを明かし、それがロボ超人のいいところだと発言している。ポーラマンがネメシスに解釈されそうになるのを阻止しようと、 したが、間に合わず決行されてしまう。しかしポーラーマンは、彼の優しさに触れ、試合中に侮辱したことは訂正すると言い残し、死亡した。以降は、ロビンマスクの後を継ぎ、正義超人たちのリーダーとなる。その後、京都の銀閣寺が変形した、シルバーキャッスルで対戦する、ザ忍者と完璧超人子層の一人カラスマンを、モニターで見たことで、ザ忍者の応援をするために、 キンマンたちと共に、京都へ行き、ザ忍者の勝利を見届けた。そして、現れた、ストロングザ、武道に連れ去られたキンマンの後を追って、国立競技場へ向かう。そして、許されざる世界中で、ロビンマスクのあだ打ちのため、ネメシスに向かうが、ラーメンマンに、ロビンマスクの後を任されているとの理由で説得され、ラーメンマンに託す。その後、 キンマンやミートと共に感染をする。しかし、そのラーメンマンもネメシスには及ばず、破れ去ってしまう。ロビンマスク、ラーメンマンと立て続けに、実力波長人が倒されたことで、キンマンはすっかり怯えてしまう。そんな彼にウォーズマンは、自信を持つように悟すが、それでも心変わりはせず、ネメシスとの戦いを放棄しようと逃げ出してしまう。しかし、 見とがめたネプチューンマンの説得により、キンマンは今度こそ奮起。戦うことを決意する。そんな彼を、ウォーズマンは密かに見守っていた。ロビンマスクの仇を打ちたい思いはあるものの、ネメシスの追い立ちを知ったことで、その役割は、筋肉マンに託した。テリーマンたちと共に、筋肉性のマッスルガム宮殿での叙勲式に出席している最中に、 大魔王サタンの発った結界に閉じ込められる。しかし、関ヶ原の浮遊立法タイリングで、ジャスティスマンが実体化した、大魔王サタンの実体を粉々に砕いて勝利したことで、結界は解除された。調和の神をはじめとする長神たちが、地上に襲来し、座ンからの指示で、ラーメンマンと組んで、長神たちの行き先の一つであるソ連ダルバザの地獄の門に到着し、 同じく到着した超新乱ジマンと二体の超新の前に飛来する巨大な氷の塊からマンモスマンが出現するのを目撃する。そして、超新コーカサスマンとマンモスマンの試合が開始されて、コーカサスマンに圧倒されるマンモスマンにウォーズマンや観客たちと共に声援を送った。そして、マンモスマンがコーカサスマンに勝利したものの地獄の門の上空の リングが崩壊を始めると、すでにリングから脱出する余力を残していなかった、マンモスマンが、預かっていた、カピラリアのかけらと残りの超人パワーを合体させて、花である場所へ飛ばし、マンモスマンが、炎の中に落下して死亡するのを見届けた。人気投票企画、筋肉マン超人総選挙2013では1位、筋肉マン超人総選挙2015では2位、 キンマン超人総選挙2017では5位、キンマン超人総選挙2019では5位にランクインしている。テレビスペシャル、決戦。7人の正義超人 VS 宇宙矢節では500メートル、先のクマを一発で仕留めることができるという世界一のハンター超人と決闘を行っており、相手の銃に対して、ベアクローを腕ごと飛ばすという戦法で勝利する。その後、 宇宙や武士と戦う七人の正義超人の一人として落下戦へ向かう。以下は時系列上、夢の超人タッグ編と筋肉性大い争奪編の間となる。座最高超人の挑戦編では、筋肉マンの宇宙超人タッグトーナメント優勝の祝賀会に招待されるが、座最高超人軍団が襲来。ロビンマスクと共に最高超人軍団四天皇の一人、 ヘルナイトの軍団と戦い、勝利する。地獄の極悪超人編では、筋肉マンラーと共に、真の正義超人の証明であるマッサイオ氏の剣を受け取るべく、正義超人発祥の地といわれる、金木星へ行く。しかし、その場に現れた裏格闘超人界の超人、極悪超人と正義の剣をめぐって、戦うことになる。ウォーズマンは、ロビンマスク、ブロッケンジュニア、 ともに第四戦を、スカイデビルの谷にて、正義超人3人 VS 極悪超人5人の変則タックマッチを行う。ロビンが2人をジライヤーとグドンを道連れに落下し、ロビンの仇を取るために2番目に登場。ベアクロウでブルドッキーの牙を1本折るが1000人、神殺しに捕まり、乱入してきたビッグマグナムから攻撃を受ける。ビッグマグナムの胸にベアクロウを突き刺し、 そのまま二人をシベリアの地吹雪に捕らえ、ブロッケンジュニアと筋肉マンに望みを託し、谷底へと落下する。その後、筋肉マンのイメージ内で彼を激励し、試合終了後谷底の宝を守っていた竜に助けられていたことが判明し、生還する。新世代悪業超人軍団との戦いに敗れ、その後の正義超人の会議には頭に包帯を巻いて参加。 ヘラクレスファクトリー設立決済には立ち会うも、それ以降クロエとして姿を現すまでの消息は不明。ロボ超人ゆえお意がない。仲間のほとんどが前世紀を過ぎていった中で彼は長年鍛錬を続けており、その肉体はよく見ると全身症だらけになっている。ミートの回想による筋肉すぐるタイテリーマンの一戦ではバッファローマンと共に テリーマンのスパーリングパートナーとなり、試合にも付き添った。悪魔の趣旨編では打倒ボルトマンの特訓により倒れた、ケビン・マスクを看病し、また、アドバイスを送るために物資に変装し登場している。キャラクター人気投票では常に上位に、ランク入りするようにもなり、第1回では、もっと出番を増やせばよかったと語る、ゆで卵両名にスクリュードライバーを見舞った。第4回では、 初の1位に輝く。また、筋肉マンツーヨオール超人大進撃本編での登場はないが、ゲーム、筋肉マンツーヨ新世代超人 VS 伝説超人に登場したために、人気投票枠に入り、結果は、第7位と伝説超人内ではトップにランクインした。クロエは、ケビンマスクの高知県セコンド、スポークスマンも務める。超人オリンピックザレザレクション編。 パートナー選びにゼーゼーで人間の監修の中に混じって初登場。当初は周囲から超人らしき謎の人物と言われたが、そのままケビンの付き人的役割を続けた。その正体はロビンマスクへ恩を返すため、祖国ロシアを捨てイギリスに帰化し、姿を変えたウォーズマンである。ケビンにオラップなどの強力な技や戦術の数々を教え込んだ。 超人オリンピックザ・レザレクションの予選最終競技、二人三脚で、ゼーゼーでケビンとコンビを組んで1位で通過しており、その後の本戦では、ケビンのセコンドとして、的確な指示を送っているが、同じロシア出身のロボ超人であるイリューヒンとの対戦の際には動揺し、アドバイスを送れずにいた。また、ロビンマスクが爪の甘さにより、筋肉マンに破れたのを教訓とし、ケビンには、 徹底的なまでに相手を追い込んでの完全勝利を強調。決勝戦での筋肉万太郎との対戦の際には万太郎のマスク剥がしを支持するなど残虐な一面も見られた。ケビンが万太郎を破り優勝したのを機にウォーズマンとしての正体を明かし、ケビンの元を去っている。第3回キャラクター人気投票では1196ポイントを得て第2位でランク入りし、 三百六ポイントを獲得して、第九位でランク入りした、ウォーズマンとのポイントを合計すると第一位の、ケビンマスクの千二百二十五ポイントを上回っている。また、キンニマン通用オール超人大進撃での人気投票では、第十九位にランク入りした。時間超人ライトニングとサンダーの暗躍による、二十世紀のロビンマスクの死で消滅の危機にある、ケビンマスクの救出と、 時間超人打倒に動く万太郎ら、新世代正義超人を援護するため、彼らが乗る、時空船に、鉄塔から飛びついて密航。20世紀に到着後、パートナーを求め、アラスカでマンモスマンを目覚めさせ、ヘルズベアーズを結成する。熊のぬいぐるみ姿の超人、ヘルズベアーズナンバーに、ベルモンドに分して、ナンバーワン、マイケルに分した。 マンモスマンと共に時間超人が出場する究極の超人タッグに参加。予選のバトルロイヤルでは、ジャングルブックスをまびいたり、マンタロ郎を救ったりなどの活躍をする。一回戦にて正体を表し、同じソ連出身のチームコースマスを撃破。二回戦組み合わせ抽選会にて、打倒時間超人の前に、前回のタッグ戦で勝てなかった、ネプチューンマンに対しての剣度従来。 ウチンと対戦させることでのマンモスマンの銃声のレンマ、そしてウチンを元の正義超人に戻すという3つの理由からヘル・イクスパンションズとの対戦を選ぶ。試合中、説得に失敗するが偶然にも観客席にいたウチンの母親やヘル・イクスパンションズに敗れた新世代超人たちの説得のおかげでウチンの洗脳が解かれる。その後は生宇鎮と 正々堂々のファイトで戦い、彼の正義超人としての再生のためにパロスペシャルで制裁を加えこする。その直後、ネプチューンマンとの一気打ちになると思われたその時、ファイトスタイルの違いからマンモスマンが突然の反逆を起こし、裏切られてしまう。ヘルズベアーズから離反したマンモスマンとネプチューンマンにより仮面狩りが行われたが、 対心したセイウチンに助けられ仮面狩りは免れる。しかしすでに試合時間が35分を経過し、弱点であるコンピュータの機能低下に陥った。最後の抵抗で、ネプチューンマンには一立ち浴びせたものの、変則的な形の赤灰という結果で終わった。周囲から、もはや最後かと危ぶまれるも、長年のメンテナンスの賜物で命を失うまでには、至らず。 緊急の治療を要すために単価で運ばれて入院することになった。気を失う直前、今後の対策にと、歴史が代わりロビンマスクの代わりに重傷を負った、アリサの治療のためのデバイスを体内から外に投げる。一度、ガキンチョハウスの孤児、減退に持ち逃げされるが、準決勝第一試合終了後にロビンマスクの手に渡り、アリサを無事に蘇生させる。さらにウォーズマンは、 先の戦いで、ネプチューンマンの本心と体の異変も見抜いており、アリサの次は、ネプチューンマンも助けるようデバイスにインプットしていた。ロビンマスクからカオスアベニールの手に渡ったデバイスは、準決勝第2試合で時間超人に敗れたネプチューンマンにも使用され、即座に折れ曲がった体までは治せなかったものの、ボロボロになっていた心臓を往年の健全な状態に治癒させ、 体も今後徐々に回復できる状態にまで蘇生させた。カオスが死亡する際にもリンコがデバイスを使おうとしたが、イレギュラー的存在として未来から来たカオスのデータまでは、ウォーズマンの体内コンピューターでも計測できず、デバイスにインプット搭載はされていなかった。タックトーナメント終了後は新世代超人らに連れられ、共に未来に帰った。もともと老化が遅い体質であるが、 さらに手足の付け替えなど常時肉体のメンテナンスを行っており、21世紀の最新技術により、スペックが向上したと語られている。なお、究極の超人卓編の読者応募超人の一人として、ウォーズマン2号が発表され、読み切り作品、ウォーズマンビギンズにおいて、量産されたロボ超人兵士の創造図として、メテオマン、スプートニックマンと共に登場している。 学研の図鑑、筋肉マン、超人によると、旧ソ連法会時に、ドイツに亡命した科学者が、ウォーズマンの研究データをベースに20%パワー、増強開発して新造した、超人強度120万パワーのロボ超人と、判明している。第一作、筋肉マンでは、宇宙地下プロレス連盟のオクトバスドラゴン3世に、奪われた、二階堂マリと、 キンマンのチャンピオンベルト奪還のため、キンマンたち正義超人と共にメトロ星へ向かう。ラーメンマンが用意した地図をコンピューターに覚え込ませ、道案内として活躍。道中、ロビンマスクと共にアメラグ超人軍団と戦うが、ロビンマスクの犠牲により、キンマンと合流する。その後、怪我をして部下を足止めし、キンマンたちをオクトバスドラゴンの元へ行かせる。 第2作、大暴れ。正義超人では、長年の夢である、ロボ超人の子供たちの施設が完成。就任式に赴くが、ブラックエンペラーの部下、ブラックベアの集団に襲われ、これを撃破する。その後、富士の裾野で苦戦する、筋肉マンと合流し、ブラックベアのボスと対決。スクリュードライバーによって撃破した。第3作、正義超人 VS 古代超人では、 サハラ砂漠の武者修行に来ていたところ、古代超人のガンサタンの軍団が出現するが、これを撃破する。古代超人の本拠地である、サタンタワーでの戦いでは、トップバッターを引き受け一番目に入場し、ガンサタンを撃破する。第四作、逆襲宇宙隠れ超人では、他の正義超人と一緒にハイドラキングにさらわれた、ロビンマスク救出に立ち上がり、共に、 ハイドラ星へ向かう。死を助けるために生きまえていた。道中、ハイドラキングの仕掛けた巨大バラライカの罠にかかるが、これを作り直して引くことにより、気力を回復し、敵の基地の上にバラライカを降らせる。ハイドラキングの手により蘇生させられた、乳酸社員を撃破し、正義超人による、合体技超人サザンクロスで、ハイドラキングを撃破する。第5作、春姿。 正義超人では、一食い熊退治をしていたところ、主天道子の部下である主天軍団が襲来し、筋肉マンを助けるために、他の正義超人たちと共に、江戸時代へタイムスリップする。道中、ロビンマスクと超人指定コンビを再結成し、ザ・ウミボウズンの軍団と戦う。第6作、ニューヨーク危機一発。では復活した。 悪魔将軍に吸収されるが、筋肉マンが悪魔将軍に勝利したことにより救出される。第7作、正義超人 VS 戦士超人。では、戦士超人にミートを人質に取られ、他の正義超人と共に仲間に頼りきりの筋肉マンに活を入れるために、コサックダンスの宇宙選手権に出場するため、協力できないと芝居を打ち、筋肉マンの頼みを断る。 その後、筋肉マンが窮地に陥った際に、選手超人の本拠地、インモラ島に駆けつけ、七重の塔三階にて、選手超人、東方庭園と戦う。ロビンメモの巻では、ブートンにさらわれた、ロビンマスクとロビンメモ脱会のために、他の正義超人たちとウィークポイント制に行く。合体技、超人サザンクロスでブートンを撃破。マッスルリターンズでは、 1> 第1回超人究極チャンピオンシップに出場。1回戦でスカイマンを破るが、2回戦で武器防衛に破れている。週刊少年ジャンプ40周年記念企画、キンマンの結婚式。では、キンマンとのガチンコスパーリングにて4番手を務める。スクリュードライバーでキンマンのマスクを破り、パロスペシャルでギブアップに追い込む。秋元治との合作。 超越亀、正義超人亀アリ大集結。野巻においては、パトロールのためとはいえ、ベア苦労を展開したまま、葛飾区内の商店街を徘徊していたため、銃刀法違反で、大原大二郎と、寺井陽一により、亀アリ公園全派出所まで連行されている。最後には、秋元玲子に、自身の技である、パロスペシャルをかけられた。サブタイトルは、仮面の告白。野巻。 出生の設定が詳しく描かれており、ウォーズマンの本名が判明。コスチュームを装着する場面も描かれている。父親の名前は、ミハイル・ボルコフ。彼は、超人レスリング、当チャンピオン、ミハイルマンとして、絶大な強さと人気を誇り、妻ナターシャと共に幸せな生活を送っていた。しかしある日、機械超人研究の第一人者であるチェコの医志、 ユーリコピーロフの存在を知り、永遠の強さを欲したミハイルは、ナターン社の制止を振り切り、チェコへ旅立つ。半年がかりで、機械超人として改造され、変わり果てた姿で、ナターン社の元へ帰った。それでも彼ら夫婦の愛は変わらず、遠征生活の最中息子、ニコライを授かる。だが、ある日の試合中、ミハイルマンの体に異常が起こり、 対戦相手とレフェリーを虐殺してしまう。我に帰ったミハイルは、神の領域に手を出した報いを受けると言い残し、自爆装置によりリングの上で爆死。残されたナターシャとニコライは、貧しい生活を送っていたが、やがてナターシャも病死し、ニコライは、孤児となる。10年が経ち青年となったニコライは、彼に受け継がれる、機械超人の力に目をつけた、ソ連の超人育成組織。 SKGB にスカウトされる。黒いマスクとプロテクター、ベアクロウなどを受け取って身につけ、そのいでたちにふさわしいリングネームとして、バイナームシーヌイの名を与えられた。SKGB での想像を絶する過酷な訓練にも、かかわらず、暖かい毛布で寝られ、飢えることもなく、訓練に打ち込める生活に喜びを感じており、ロビンマスクの隠し技、 パロスペシャルを遠隔感知能力によって体得するなど充実した日々を送っていた。だが、SKGB の真の目的は戦争用のロボ超人兵士の量産だった。自分はロボ超人兵士の実験台でしかないという事実を知ったウォーズマンは幹部たちを倒して脱走するが、同じく訓練を受けていたロボ超人、カマンダスに行く手を阻まれる。しかし一部始終を見ていた。 バラクーダことロビンマスクのアドバイスにより、カマーンダスをパロスペシャルで撃破。これ以後、ロビンマスクのもとに弟子入りする。ゆで卵の別作品、スクラップサンナユーにて、ロボ警官バトルマンとして、最終2話にゲスト登場。かつての正義超人たちが地球を離れ宇宙開拓に旅立ったが、ロボ超人である自分は完全な超人である。 キンマンたちとうまくやっていく自信がないとの理由で地球に残っていた。しかし後に彼らの誘いを断ったことを後悔して自暴自棄となり危険の多いロボ警察に志願した経緯がある。そんな時、超人博物館より筋肉マンのチャンピオンベルトが盗まれる事件が発生。サンダユーに自分の正体を明かし噴起、封印したベアクロウを使い犯人逮捕に成功した。 本作においてはポンチョをまとった姿で描かれており、あとの筋肉マン通夜でも何度かポンチョ姿で登場している。ゆで卵の島田隆は主人公と同じロボットだということと読者を驚かせようとするファンサービスの意図があり、ウォーズマンを登場させたと語っている。パロスペシャルの体制ウォーズマン式、パロスペシャルを中島アンリシャに見舞うつくし作品によっては声に、 エフェクトがかけられている媒体もある。田中良一堀秀幸掛川博彦、中優子、田中秀幸竹本栄氏、キンマンの最初のゲーム化作品である、キンマンマッスルタックマッチでは、8体のプレイヤーキャラクターのうちの一人として、ウォーズマンが登場し、足が速いキャラクターとしてデザインされている。必殺技は爪を出して突進する、ベアクロー。 筋肉マン筋肉性大い争奪戦では5人のステージキャラクターのうちの1人として登場。ステージ1で生命の意思を入手することにより、ステージ2から使用可能となる。必殺技は相手を上空に打ち上げて突進するスクリュードライバー。マッスルタックマッチのリメイク作品にあたる筋肉マン2よドリームタックマッチにも登場。ベアクローがレベル1-2のスクリュードライバーに受け継がれ。 レベル2にパロスペシャル、レベル3にスクリュードライバースペシャルが追加されている。筋肉マンツーヨ新世代超人 VS 伝説超人など、筋肉マンツーヨ以後のゲームではタッグチームを組むキャラクターによっては特定のチーム名が付けられる。以下にそれを示す。超人指定コンビを除いてはゲーム独自の名称である。 筋肉マン通夜新世代超人 VS 伝説超人のストーリーモードでは修行をしている中時空の歪みによりスカーフェイスの悪意が体内に入り込むそして体にロックをかけられ意識を取り戻すために50のリングでスカーフェイスのイメージが具現化した超人たちと戦うことになる筋肉マン通夜超人性選手では超人オリンピック編の ストーリー終了後属性刑示が一定以上なら仲間にできる。また主人公が選んだルートにより扱いが分かれる。以下にそれを示す。キンマンマッスルグランプリシリーズではウォーズマンの 2P カラーとして黒絵が登場。マッスルグランプリ2ではアニメカラーが追加されている。ありがとうございます。